ます。安岡弘武君。はい、ありがとうございます。自由民主党の安岡弘武です。質問の機会をありがとうございます。本日は経験豊かな岡田直樹地方創生特命担当大臣に政治家としての力強いご答弁をお願いしたく質問通告をさせていただきました。1回生の国会議員ですが、国民を代表してこの場の質疑に全力投球をしたいと思います。さて、本来地方創生というのは行政だけでは達成されない課題で、民と官との共同作業であると認識をしています。例えば国立公園などは行政管理の区域において、最近では民間事業者がグランピング施設を公民連携事業で運営するなど、 PPP、PFI の手法を用いて民間のノウハウを生かした運営などもなされているようです。私の地元鹿児島にも奄美群島国立公園をはじめ3つの国立公園があります。昨年世界遺産登録もされましたし、多くの観光がまた見込まれるところではございますが、さて、国立公園を管理する環境省では、コロナ禍における新しい働き方として、国立公園でのワーケーションを推進していると認識をしておりますが、今後も推進をしていくのか、推進をするのであれば、環境省が率先してはいかがかと思いますが、環境省職員自らの国立公園でのワーケーション実施状況や、今後の方針をお聞かせください。環境省松本大臣官房審議官。お答えいたします。令和2年以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けまして、テレワークが急速に普及するとともに、自然に触れることへの関心が高まってまいりました。こうしたことから環境省では国立公園満喫プロジェクトの一環といたしまして、ワーケーションのための環境整備を推進してまいりました。また環境省自らも職員によるワーケーションの推進を目指し、令和2年7月にテレワークの実施要領を改定いたしまして、国立公園等におけるリモートワーク、これを実施できるようにしたところでございます。例えばですけれども、令和2年9月から11月にかけまして、環境省の職員20名以上が国立公園でのリモートワークに取り組むワーケーションデイズというものを実施いたしました。その他にも個々の職員によりまして取り組まれた事例があることを承知しております。環境省といたしましては引き続きこれらの取り組みを進めることで、豊かな自然あふれる国立公園の利用を促進し、働き方改革、そして地域の活性化にもつなげてまいりたい、このように考えております。安岡弘武君。委員長、はい、実際に霞が関から地方に行くと見えてくるものも多くあるかと思います。役人と地方の交流は国益にかないますし、何より福利厚生をはじめ役人の皆さんがその能力を十分発揮いただく環境の整備も、私たち政治家が心がけることと思います。先日も十分睡眠が取れないのか充血した眼で役所の方が質問通告の際に見えました。少しでも公務員の働き方改革、福利厚生の向上につながるよう、役所よし、地元よし、国民よしの国立公園のワーケーション利用、ぜひ環境省が先駆けて他の霞が関の省庁にも広げていただきたいと思います。後の質問にもつながる公民連携のプライベートマインドを持った行政マンが増えるためにも、私もしっかり応援をしたいというふうに思います。さて、先ほども申しましたが、地方創生というのは行政だけでは達成されない課題で、民と官との共同作業です。内閣府では地方創生 SDGs 官民連携プラットフォームにおいて、民間企業と地方自治体との共同の場を用意し、地方創生への民間参画の促進を推進していると承知しています。そこからさらに一歩踏み込み、民間主導の地方創生、もしくは民間主導行政サポートの公民連携を考えてみたいというのが、本日の私の質問の大きなテーマです。私事ですが、一昨年コロナ禍において、民間主導の地方創生の第一人者でもある木下仁さんの主催する公民連携プロスクールというオンラインスクールで、全国から集まる民間行政の志高い仲間と共に学ぶ機会を得ました。普段永田町や霞が関で語られているのは行政の視点から見た地方創生ですが、そこでは民も官も一緒になって、むしろ民間の稼ぐ力をエンジンにまちづくりをするという視点で地方創生が語られていました。
今ではそこで知り得た人脈含め受講料以上の価値はあったと思える学びでしたが、最近そのスクールの劣化コピーのようなものが霞が関の政策メニューに並んでいると聞いています。その点のものは民間に任せた方がいいのではないかと個人的には思います。話がそれましたが、民間の視点から見た地方創生は、民間が稼ぐことで地方が元気になる、自分たちの町は自分たちで作るというシンプルなものです。地方の企業が稼ぎ、その稼ぎで地元のお祭りなどを支援する、そんな企業や産業を自分たちで起こそうというのが一つ目の切り口です。これからの地方の産業といえば、農林水産品、加工品は大きな可能性を秘めています。例えば福岡の博多明太子、皆さんご存知かと思います。明太子は福屋の創業者、川原俊夫夫妻が開発・販売をいたしました。調味液の配合以外、材料、仕入れ先、作り方などすべてを公開したところ、どんどん参入者が増え、現在120億円規模の市場まで拡大、個人の事業から福岡を代表する産業にまで発展をしました。詳しくは福岡市が地方最強の都市になった理由という本に書いてありますので、ご興味のある方は手に取ってご覧ください。さて、この明太子のように今後の地方創生において農林水産品、加工品の活用は大事なポイントになります。私は37歳の時、大学院で焼酎を学びました。焼酎に限らず、お酒の美味しさとはそのお酒の味や香りそのものだけではなく、お酒の作り方、お酒の産地の風土、お酒の歴史や文化など、頭で味わう楽しさも加味されたものであるということを知りました。いわゆる知的資産の活用です。今、日本産ウイスキーが大人気を博しています。ワインも全国で良いものができている。地元鹿児島には黒牛、黒豚、黒薩摩鶏、ブリやカンパチ、シランや霧島のお茶もあります。フランスのテロワールのように知的資産の保護活用は農水産品、加工品輸出においても非常に大事なポイントとなりますが、地方の民間が生きがいから稼ぐ力を高めるために農水省としてどのようなサポートをしているか、今後していくかを簡潔にお答えください。農林水産省坂大臣官房参事官。お答え申し上げます。我が国の各地方にはその土地ならではの魅力ある農林水産品や植物の品種が多く存在しております。そうした産品や品種を知的財産として戦略的に保護し活用していくことは地方創生に大きく寄与するものでございます。大変重要と考えております。このため農林水産省といたしましては、地域特有の環境要因の中で育まれた特性のある産品の名称を知的財産として保護する地理的表示保護制度の活用を推進しておるところでございまして、委員ご指摘のご地元の鹿児島黒牛などもこの制度によって名称が保護されているところでございます。地理的表示の保護を受けた名称の違法な使用を国が取り締まることを通じまして、そのブランドを保護するとともに、地理的表示産品の普及拡大を図るために産品の特性を生かした新商品の開発やe コマース等への販路の拡大などの支援を行っているところでございます。以上。安岡弘武君。ありがとうございます。将来日本からシャンパーニュやボルドーのような一大産業を起こすような地方が現れるよう、政府によるサポートを引き続きよろしくお願いをいたします。さて、民間主導の地方創生、もう一つの切り口は民間主導行政サポートの公民連携です。お手元の資料1枚目をご覧ください。こちらの資料は令和2年、私が通いました先ほどのプロスクールにおいてのオンラインスクールでの資料でございます。このお手元の資料にあるように、今後人口減少の進む日本で今のような大きな公共を大きな政府で担うと財政破綻をいたします。小さな公共を今より小さな政府で担うと財政は破綻しないかもしれませんが、国民は不満を抱きます。国民に不満がないよう、大きな公共を小さな政府で担おうとするなら、その隙間を埋めるのが民間活用だということです。私が5年前 PTA 会長をしていたときにプールの改修がありました。調べてみると、文科省の紐付きの補助金で
プールの改修か体育館の耐震化に使えるというものが順番で回ってきたとのこと。予算規模で当時1億2000万から1億5000万でした。ちなみに小学校の近くの商業施設には民間のプール付きのスポーツセンターが入っています。仮にプールの耐用年数が30年として1年ごとで500万、小学校の児童数は360人、1人1万円でプールを民間委託ができたら140万円余ります。児童数は今後少子化で減ることはあっても大きく増えることはないと見込むと、新しく建て替えるよりプールの事業を民間委託ができた方がいいのではと頭をよぎりました。民間委託で児童は水泳専門のコーチに教えてもらえるので水泳が上達する、スポーツセンターも売り上げが増える、そして学校もプールの授業の負担が減る、予算も縮小といいこと尽くしのように思います。さらに周辺の小中学校が同様にできるなら、そのスポーツセンターのプールは温水プールなので年間2、3000万の売り上げを見込める。年間それだけの売り上げが見込められると、そのような施設がない地域では民間が新たにプール施設のスポーツセンターを自ら建設運営をするかもしれない。地域への波及効果もある公民連携的なもの、もっと民と官で柔軟にできればと思いますが、文科省、地方創生に関わる地域への波及効果のある政策、学校外民間施設の活用等についてご見解を伺いたいと思います。文部科学省野沢大臣官房文教施設企画防災部技術参事官。お答え申し上げます。各自治体におきましては、公立学校におけます教育環境の整備にあたっては、それぞれの地域における少子化の状況や地域活性化の観点等も踏まえつつ、中長期的な視点から取り組みを進めていただいているものと承知してございます。そうした中で各自治体自ら学校施設を整備するのみならず、教育委員会や学校の判断によりまして民間施設を活用した教育活動を展開することも考えられるところでございます。例えば学校の体育の授業で水泳を行う際に民間事業者の協力を得まして民間のプールを活用している例もございます。こうした事例の中では民間施設の指導員の協力を得ることで学校職員の負担の軽減を図ることができた、あるいは自治体の費用負担の軽減にもつながったというお話も伺っているところでございます。公立学校の教育環境整備につきましては、学校施設者である各自治体において地域の実情を踏まえて進めていただくものと考えているところでございまして、文部科学省といたしましてはご指摘の手法も踏まえまして、子どもたちの学びや生活の空間として持続的で充実した環境を整備していただくことが重要と考えているところでございます。以上、安岡弘武君。ありがとうございます。柔軟な対応がなされているということを聞きまして非常に期待が持てるご答弁でした。ありがとうございました。最後にプールではありませんが、公民連携の具体的な好事例として2つ挙げさせていただきます。1つ目が岩手県紫波町でのオガールプロジェクトです。バブル崩壊後、雪捨ての空き地としてしか利用されていなかった町有地を図書館をはじめとした公共施設とマルシェや飲食店など民間施設の融合で人が暮らしたくなるようなエリアに生まれ変わらせました。もう一つが全国初の公民連携による市営住宅の建て替え再開発プロジェクトとして2021年に町開きをしたばかりの大阪府台東市の包丁プロジェクトです。この2つの共通点は、もともと行政の経験もある人が民間の経営者となり、借り入れや出資など民間のファイナンスでそれぞれの町を再生させるプロジェクトを実行しているところです。より民間主導度が高い PPP、PFI となっております。最後に岡田大臣に伺います。もう少しこの話はしたかったんですが、もう時間がないので最後に岡田大臣に伺います。大臣、岸田総理が掲げる新しい資本主義という意味でも、またかっこいい日本をずっと待っている未来を担う子どもたちに、自分たちの町は自分たちで作れるというメッセージを発信する意味でも、大臣のかっこいい政治家としての、かっこいい大人としての力強いメッセージを、この民間主導行政サポートの地方創生に込めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。岡田国務大臣。はい、お答えを申し上げます。あまりかっこいい男ではありませんし、かっこいいことも申し上げられませんけれども地方創生の取り組みを進める上では、公共の施設とサービスに民間の創意工夫を最大限活用する PPP、
PFI を導入することにより、官民の多様な主体が参画し、地域内外の主体をも巻き込みながら、地域が一丸となって、地域の社会課題解決や魅力向上の取り組みを進めることが重要と思っております。委員ご指摘の岩手県紫波町の試み、あるいは大阪府大東市の試み、にぎわいや雇用の創出につながったと考えております。引き続き、こうした良好な公共サービスの提供や、民間の収益事業の展開、こうしたことで地域のにぎわいの創出、地域の課題の解決を図ってまいりたい、引き続き魅力的なまちづくりの推進に、地域づくり、国づくりの推進に全力を傾けてまいる所存でございます。ありがとうございました。終わります。はい、次に近所